プロデューサーの皆様こんばんは、翔です、ということで今回は、ちょっとね遊んでみた動画でございますと、まず、こちらのパーティーを見ていただければ、どんな動画かということが、今回わかります。はい、ということで今回どんな動画かと言いますと、はい、こちらのパーティー見ていただいたらわかる方はわかります。まあ特技を確認していきましょうか。みなみさん、ライフ消費して、15消費して、パーフェクト、ナイスバット、まあオーバーロードですね。はい、アスカ15消費して、継続、アリス11消費して、16%9 秒ごと15消費して16、9秒ごと15消費して16、ついにオバロ艦隊が組めるようになったんですよ、僕も。はい、ということで、まあ、僕はオバロ艦隊を組んだんですけど、まあ、ガシャさんもあるんですけど、とりあえず南以外全員無課金で作れる平成にしてみましたね。はい、皆さん見ていると思うんで、で、まあ、アリスちゃんとかね、今回まさかの、オーバーロードだったんで、また2周目の、報酬のオーバーロード来ると思うんですけど、まあ、せっかくオーバーロード報酬ならねやるしかないでしょうってことで、まあ、ちょっと南さんがセンターの、曲を、先ほど弾いてきたので、このパーティーでぜひ見ていただきたい。果たして僕の生存本能は生き残れるのか、見ていきたいというふうに思います。では、弾いてきましたので、オーバーロード5体で弾いてきました。どうぞ。現代風のヴィーナス、このステージで目指します。はい、皆さんありがとうございます。生き残れなかったです、僕は。あー、でもやっぱり5人もいたら消費えげつないですね。もうフルコン以外はもう絶対できない、このパーティーだったら。まあ、なんで、まあ、いいなんか練習になる、上級者向けの練習になるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、本当に。まあ
うん、このチャレンジやってみたいですね。5人で今回は初チャレンジしてみたから、次は、もうクリアできるでしょうみたいな感じでやっていきたいですね。はい、ということで、以上が、今回の、オーバーロード艦隊の動画となりました。はい、次回はちゃんと、フルコンしてクリアしていきたいというふうに思います。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。本田美代が本日のカウントダウンをお届けするよ。ピッピッポーン。1月、ずっと友達と過ごしたご機嫌パーティータイム。記念日はみんなでレッツパーティー。うー、待ちきれない。